CDG とはオーディオデータと並行して対応機器で再生可能な低解像度のグラフィックを提供するモノ CDG や CD グラフィックスとも1985年にレッドブックに規定された CD の規格の一つである。CDG ディスクはカラオケ機器で使われ楽曲の歌詞を画面に表示させるために活用されることが多かった。 カラオケ専用機器に加えて CD、G フォーマットの CD を再生可能な民生機器としては NEC の CD-ROM、PC エンジンデュオ、フィリップスの CD-I、セガサターン、メガ CD、サンドゥー、アミーガ CD32、コマドウ CDTV、あたりジャガ CD が存在する。いくつかの CD-ROM ドライブはこのデータを読むことが可能である。2003年頃から いくつかの単体 DVD プレイヤーが CD-G フォーマットをサポートしている。CD-G フォーマットは標準的なオーディオ CD では未使用であるチャンネル R から W までを用いる。これら6ビットにグラフィック情報を格納する。CD-G システムでは16色グラフィックが3216ピクセルのラスターフィールドに表示される。コンパクトディスク。 エクステンディットグラフィックスとは、1991年に、レッドブックに規定された CD-G フォーマットの改良規格で、CDEG、CDEG、CDXG、e、CD とも。CDEG 同様、CDEG は、基本的な CD-ROM 機能を利用し、再生される音楽に対してテキスト及び、ビデオ情報を表示する。この拡張データは、 サブコードチャンネル R から W に格納される。CD、EG ディスクが発売されたとしてもごく少数である。AB、CD Products、Fillips、2020年8月8日閲覧。CD がもたらした3つの文化革命コンパクトディスク、その20年の歩み CDs21 Solutions、2005年、55ページ。 CD がもたらした3つの文化革命コンパクトディスク。その20年の歩み CDs21 Solutions 2005年56ページ。ありがとうございます。